ナーです。今日は福島市の待機児童について考えます。まずはこちらをご覧ください。福島市の待機児童は2017年10月には250人と最も多くなりましたが、その後市が保育施設を増やすなどして昨年度から2年連続で待機児童ゼロを達成しています。しかし実は保育園に通うことができない子ども、いわゆる保留児童がいるのが現状です。悩みを抱えるママたちに話を聞いてきました。今申し込みしてんですけど、現段階で今年度は入れなくて、4月からも入園できるように今手続きしてます。2月3月分のところが願書出てるところです。1月は落ちてしまったので。他にも兄弟と同じ保育園に入りたくて空きを待っているが入れない、応募し続けているが半年間保育園に入れない状況が続き、入所できないと仕事復帰が難しくなるママなどがいました。このように待機児童がゼロだったとしても希望する保育園に入ることができない家庭もあります。小湊さん、先ほどのママたちは保育園に入るのを待っていたということなので、はい、待機児童に含まれるんですか？はい、それなんですが、待機児童とは保育園に入りたくても入れない子どものことを指すんですが、実はインタビューのママたちの場合は待機児童に含まれていないんです。入所が可能な保育園があるけれど、特定の保育園を希望して待機しているなどの場合は、親が子どもを見る時間がある、または親の都合ということで、待機児童にはカウントされないことになっています。皆さん、これ、希望する保育園の他に、その入所できるその市内に、ね、保育園があって、それが家や職場からこう遠いとなってしまうと、なかなかこれ、通うのは現実的に難しいですよね。そうなんです。まさにそういったところがママの悩みとなっています。この待機児童にカウントされない保留児童は福島市では去年4月1日時点で134人になり、年度末に近づくにつれてその数は増えていくので、実は希望している園に入ることができていない子どもも多くいることになります。保留児童は子どもを持つ親にとって待機児童と同様大きな問題です。家から近いところであったりとか、あと、勤務先から近いっていうところだったりとか、そういった自分が一番に希望しているところにやっぱり入れるような、そういった形を実現してもらえると非常にありがたいなとは思います。そう、旦那さんの給料だけでっていう時代も終わってきてると、よりもうちょっとハードルが低ければよりね、働きやすいし預けやすいと言えば、ね、選挙主婦本当に帰りたいと思った時にすぐ入れる状態にはしててほしいですよね。このようにママからは市への要望の声も上がっています。福島市によると保育園の入所は地図の赤い部分、市の中心部に集中しているということでした。実際にママたちに話を聞いた際も、この地域に住んでいる方の多くが保育園の入所に悩んでいると答えていました。この保留児童について福島市の小畑博市長は、枠の拡大だけでなく確保だけでなくてマッチングの問題もいっぱいあるんですね。そういういろんなニーズの変化に合わせた保育所の配置というか、再配置ということも重要になってくるのかなと思います。今後市民のニーズの変化に合わせた取り組みを検討していくということでした。しかし今待ったなしで困っている、悩んでいるママがいるのが現状です。こうした状況を改善するにはどのような対策が必要なのか、大阪教育大学で保育学の研究を行う小崎康弘教授に話を聞きました。
従来やっぱり自治体はもうその国の定める待機児童を減らすっていうことを中心にしてきたんで、本当に入りたいところに入れていない保留児童、そこにはまあやっぱりこれからしっかりと対応していく必要がまああるやろなっていうふうには思います。自分のこう家を中心としたこの身近なところで保育その子育ての活動をしたいっていうのはこれも当然ですよね。では保育園の入所が集中する地域において市が今できる対策とは具体的にどのようなことが挙げられるのでしょうか。例えば待機児童ばかりを集めた保育施設を作って希望のところが空いたらそこにこう入っていけるようにしていくとかね。他にも保育士の増員や保育の質の向上はもちろん、幼稚園における2歳児の受け入れ、預かり保育の推進、学校などの公共施設の活用、小規模保育の受け皿の確保などが挙げられるということです。まあ、これから未来に向けてどういうこの保育をこう取り入れていく政策をしていくかっていうことが、まあ、この福島市のこれから未来をどう作るかにつながっていくから、もうちょっとね力入れてほしいなと思いますよね。待機児童が2年連続ゼロの福島市、これからは保留児童をどう減らしていくかが課題です。本当にここ数年の動きとして待機児童をとにかくゼロにするんだということで、まあ、行政が頑張ってこられたのは分かるんですけども、今度次の段階へとどんどん進んでその保留児童の方もゼロに近づけてほしいですよね。はい、おっしゃる通りだなと思います。その保留児童をすぐに減らすことは難しいかもしれませんが、市にはこうしたママたちの声に耳を傾けて早急な対策を考えてほしいなと思います。